行くぞマックス。すげえ結構道中長かったよ。どう？どう？ノバディが邪魔してくる。ここは俺たちに任せて、フリンはラプンツェルを。わかった。はっ、いいじゃん、熱いじゃない。こんなやつら、あ、もう最初からドリルパンチです。もうすまねえな、急いで塔に向かおう。倒しながら向かうってことか。邪魔するなよ。そういうことかね。ああ、そういうこと。とりあえず倒しながら進んでいって、うわ、徒歩になるのか。まあいちいち相手にしなくてもいいけど、そんな結構簡単に倒せるからね。経験値も稼げっす。いきます。さすがにちょっと他のキーブレードにしてみよっか。せっかく持ち帰られるのが強みなわけだから、このブーストハンマーが終わったら別のキーブレード使おうぜ。どんな料理ができるか楽しみだね。そうね言うとる場合か言うとる場合。シューティングスター、シューティングスターもいいよね。まあでも久しぶりにキングダムチームは俺必ず入れたいっすわ、やっぱり。まあでもそうも言ってられない時も来るかな。お、来た来た来た、戻ってきたぞ。初手グーフィーボンバー、これ終わったら写真も撮りたいな、塔の。そんな場合じゃなくて気持ちいい。このグーフィーボンバーはかなりの範囲攻撃だから、敵が大量に出てるとかいいね。オッケー、防具装備数アップ。これで2個までつけられるようになったな。ラプンツェル、もう会えないかと思っていたよ。ああ、フリン。これ結構えぐいよね、えげつないよね。普通にぶっ刺すもんね、ないよね。やばいやばいやばい。その前に一回塔を写真に撮ってごめんね。よし、フォトミッションこれか。あ、マジシャンピアスが、あ、お祭り楽しそう、お祭りの様子の写真も撮る。いやー、いろいろ撮らなきゃいけない写真がたくさんだが、とりあえずボス戦と行きましょう。ラプンツェル、おいで。いい加減にしなさい。叶うのはやめるんかよ。いや、絶対にやめない。これから先も生きてる限りずっと逆らい続けるわ。諦めないわよ。どんなことをしてでも逃げ出してみせるから。でも彼を助けていいなら言うことを聞く。ダメだダメだ、ラプンツェル。絶対逃げない。絶対に出ていかないから。すぐに彼の傷を治させて、そしたらあなたのそばにいる。望み通りいつまでも一緒にね。何もかも今まで通りよ。約束する。望み通りにするわ。だから彼の傷を治させて。あんたが
私たちのことを追いかけてきちゃ困るからね。友人、ごめんなさい。でもこれでもう大丈夫だから。よし、ラプンツェル。本当に大丈夫よ。私を信じて。ダメだ、そんなことさせられない。あなたを死なせたくないの。でも君が犠牲になってしまう。ねえ、絶対大丈夫だから。ラプンツェル、ちょっと待って。友人、何を。ダメよ。そんな、どうどうしてくれたの。だってことしたのよ。闇に落ちたか。ならば光のもとには置いておけんな。純粋な光を曇らせかねん。うわ、これと戦うの。マジかよ。そうなんだよね。原作だともう地面に落ちる前からもうふわーんってなって消滅して終わりっていう感じではあるんですが、ていうかラプンツェル髪の毛切れるとこまでやっちゃったぞ。クリアした後ラプンツェル仲間にできないじゃないか。そういう大人の事情どうするんだろうね。そこも気になっちゃうんだけど俺。クリアした後もまたワールド訪れたらフリンとラプンツェルが仲間になってまた仲間になるっていうね、そういうゲームだと思うんですけど、髪の毛切っちゃったらどうなんだろうね。復活もしないだろうしな。へえ、あ、くしゃみ、あ、やばいやばいやばい。ハクションハクション。大丈夫。風よ。大丈夫。めちゃくちゃドナルドのくしゃみの音聞こえる。ハクションハクション。大変な時期やな。いやでも言うほど今ね、もう 秋ぐらいですけど、あ、ブタクサ的な。ブタクサも大変だよな、本当にな。春だけじゃないんだよ花粉症っつうのはね。さあ、ちゅうわけでいけますよ、ドリルパンチ。いや強いんだよこれが。これよく燃えそうだからファイヤーとか打ってもいいかもな。まあとりあえずは、何何、なんか口から小魚みたいなのいっぱい。小魚じゃないな、これは多分。とどめよ。で、フィニッシュいくか。まだドナルドくしゃみしてる。ちょっと今俺のいいとこなんだからヘックションしないで、ずーっとスプラッシュライド。あ、スプラッシュライドあるんだ。なんだこれだったらもうこれぐる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 こうやって回ってさ、まとわりついてさ、ひたすらね、こうやって的を割りつきまくって、ほら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 。ジャンプしてこうやって的を割りつきまくっての、なになになに、え、おい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 おお、なんも、え、飛べばいいの。ドナルドメテオ、あ、わー、ごめん、なんか無駄な感じになっちゃった。一回ちょっと、じゃあ今のうちにケアル入れてこう。ケアル入れて MP ヘイストしておこう。え、なになに、あ、こっちかこっちか。あ、閉じ込められるから、そういうことが、どん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 正解のところから出てけってことでしょ。さあ来たぞ。すげえ、これ塔を駆け上ってバトルするって、これまた夢のあるバトルだね。まさにディズニーとのコラボゲームであるキングダムハーツらしさもある。こういうことだろ。あ、
待て、ちょっとごめん、これ登りづらいの、これこうだ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 な、うん、どこ行けばいい、ひたすら上行ってこういうことだろ、行け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 、じゃあシューティングスターで行こう、たまにはシューティングスター、ボス的にとってこのシューティングスターの方が良さそう、スーガロー、スーガンアローに変えてどんどん打ちまくって、いやでもトウが邪魔、おらよ、よしよし、いけ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 、いや遠いな、やべ無理か、あー間に合わなさそうだな、あんだけ遠くとなるとファイヤーの方がいいのかね、ひたすらファイヤー打ちまくり、あファイヤーでいいな、あこれでいける、これでいける、からのファイラー、もう一回中間アローして、よし今よ、ためろ、よっしゃマジックランチャー、あマジックランチャーの変身でもうその攻撃倒したぜ、しっかりして死なないで友人、あこんな場面にソラが、花はきらめく魔法の花、時を戻せ過去に戻せ、ラプンツェル、何、君が俺の新しい夢だ、あなたは私の、ラプンツェル、友人、俺言ったっけ、その髪の色の方がいいって、友人、いやもう神映画、神映画ですよラプンツェル、最高もう丸々一本見ちゃったよラプンツェル、面白かったな本当にいい映画だよね、本当に大体原作なぞったよ、ラプンツェル本当の自分の居場所に帰るんだな、うん、そうね、そうだわ、信じられない、これからは本当の家族といられるのね、ソラたちが助けてくれたおかげよ、プリンセスよねそうさ、この王国にぴったりの素敵な姫君だ、そして君たちは最高の仲間だ、ありがとう、ええ、みん
な、ありがとう。息ぴったり。うんうん、マキシマスもフリンと仲良くね。ああ二人は大丈夫だな。何が？魔物たちを操ってたやつが途中から姿を見せなくなったんだ。もしかしたらまだこの世界にいるかもしれない。あいつラプンツェルを狙ってたから、プリンが守ってやってくれよな。何かあったら俺たちも駆けつけるよ。まあプリンよりラプンツェルの方が強そうだよね。それを言っちゃいけない。ああなるとし、任せてくれ。ラプンツェルは俺がずっと守るよ。もう友人たら。友人って？ああ、俺の本当の名前ユージーン・フィッツ・ハーバート。あ、そうだ、フィッツ・ハーバート。ソラたちには言ってなかったな。初めて聞いた。かっこいい名前だね。ねえ、かっこいいよね。改めてよろしくな、ユージーン。ああ、ユージーンは私だけが知ってる名前だったのに。名前なんかより、ラプンツェルには俺のことをもっと知ってもらいたいんだ。ユージーン。かっこいい。ああ。二人だけで何話してるんだよ。なんでもない。秘密よ。私たちはやばでしょ。仲間に隠し事は良くないよね。だからそんなんじゃないって。マキシマス行け。よっしゃ、一枚。近い近い。なん、勘弁。あ、それが一番やだ。いやもういい映画だったわ。映画一本見た気分、本当に。マジで丸々全部見たな。エバーアフターだって。高い魔法力を秘めたキーブレードミラージュロットに変形する。へー、アバターシフト。エバーアバターを変形した後四角を押すと回避を行いながらアバターを作り出すことができる。へー、分身する。四角ボタンね。よし、覚えとくわ。あ、なんか久しぶり。最近見なかったね。この世界にも箱の情報はなかったな。うん。本当にそんなものはあるのか？あるさ。どうしてそんなに自信があるんだよ。しるべさ。ああ。さあ、行くよ。どこへ？あいつら追ったって仕方ないだろう。空たちは箱を探してないぞ。空たちを追う必要はないよ。いなくなった？はい、13期間の時ビクセンと名乗りレプリカの研究をしていたエベンは我々と共に人間に戻ったのですが、ずっと意識が戻らないままでリアがここを立った頃に姿を消したんです。ここにいるエレウス、そしてお二人を案内したディランが街中探し回ったのですが発見できませんでした。そうなんだ。レプリカは残ってないのか？そもそもレプリカの研究自体未完成でしたから、資料は残っているでしょうが、実際に心を宿すほどのものは残っていないでしょうね。エベンが行きそうな場所は知らないかい？エベンも我々も今はただの人間です。もうこの世界から出る術はありません。闇の回廊なら我々にはもうそんな力はありません。その力を持つ者がエベンを連れ去ったとしたら。そうか、新13期間もまだ欠落がある。その欠落をレプリカで。イエンシッド様のところに戻ろう。ソラたちにも来てもらうんだ。なるほどね、着々と
裏ではいろいろ進んでいるということか。なあ、先輩大変やな。人間に戻ってからもいろいろ有能すぎるがゆえってやつですね。なになに、あー、こいつらが神獣さん機関、またき、こいつら荒野好きね。何かにつけて荒野にいるじゃない。アサイクス。人として復活したのに、また機関のメンバーとして戻っていいのか。ああ、かまわんさ。むしろいざとなったら私を消したアクセルたちは信用できない。そのおかげで、人として復活したんだろう。私にとって大事なことは研究だ。人であろうがなかろうがそんなことはどうでもいい。私の研究を完成させることが大事だ。あ、なるほど。ビクセン。レプリカ。の声が。ああ。もはやレプリカは人形ではない。心さえ宿せば血肉を持つ完全な人間の器となる。それを聞いて安心した。その研究によって最後の器を完成させるためにお前を機関に招いたんだ、ビクセン。いや、その怪しい笑い、声優さんがお亡くなりになったから変わりましたね。千葉茂さんになってるわ。これあれだね、ちょっとあまり声優話ばっかりするのもちょっと申し訳ないんですけど、 FF7 の北条もビクセンと元は同じ人が声優してて、でその方が亡くなって北条も千葉茂さんになってんだよね。メガトロン。へえ、全く同じ声優だわ。それ考えるとね、北条と同じ人がまたビクセンを引き継いだ。同じ人が同じ人のものを引き継いだっていう。なるほどね。なんだって タイニーシップ？また、いろいろ。あ、あれか。サブ、お供みたいなやつをまた連れて行けるようになったってことなのかな。あ、タイニーシップだよ。そうだよね。こういうちっこいのを連れて行けるってことだよな。なるほどね。ちょっとさ、一回さ、新しいところ、次どこだ？あれ？アレンデールってあれじゃないの？アナ雪なんじゃないのこれ。いいね、来たね。で、次は？モンストロポリス！え？モンストロって、あれじゃん。ピノキオじゃん。ピノキオの世界じゃん。あ、ピノキオまた来るの？へー。え？でも近くない？モンストロ、あ、モンスターズインク、へえ、もうちょっとやばいこれ。モンスターズインクは確かピクサーだったよな。ピクサーとアナ雪でまたディズニーアニメーション。いやー、もう、うわー、これどっちモンストロポリスレベル24。あれ、次モンストロポリス、次モンスターズインクだよ。もうたまんない。このゲームほんとすごいしか言ってない、俺。ちょっと一回さ、キングダムコロナ行かしてくんない？どうなるの？ラプンツェルの魔法が友人を助けたんだけど、魔法の力だけじゃないと思う。あら。いいこと言う、そら。髪切った？タモさんみたいなタグつけてる。仲間、多分もう一回ワールド降りても、ラプンツェルと友人が仲間になると思うんですけど、あ、なってないんだ。はぁ、そういうことなのね。じゃあ、ラプンツェルと一緒にバトルできたのは、クリア前まで限定だったんだ。まあまあ、じっくり見といてよかったね。じっくりいろいろ見といたんで、どういうアクションするのかとかね。見ておいたから、まあいい、よかったとはいえ、ちょっと寂しいね。クリア後は。もうアクションとか見れなくなっちゃったんだね。じゃあラプンツェルどこにいるんだろう。城のとこ戻ったのかな。まあ、ということでね、じゃあ次回は、ちょっと裏でグミシップとかもいろいろやっておきつつね。いや、モンスターズ、もう、どんだけテンション上げさせんだ、俺。お。モンスターズインクあるんだ、知らなかったな。まあ俺がね、知ってたのはアナ雪と、なんだっけ、パイレーツオブカリビアンとトイストーリーのね、3つだったんで、いや、もう楽しみやな。めちゃくちゃ楽しみやわ。ということで、お疲れ様でございました。いや、楽しみ、たまらんわ。